いや彼女は欲しくないっすか、やっぱ。いや彼女欲しい、欲しいっすよね。お前好きなさ女の子のタイプってどんな感じ？タイプですか？タイプ、タイプ。いやまず、うん、やっぱ見た目は、うん、橋本環奈より上の人で。より上？はい。やっぱお金も欲しいんで。あ、お金も大事。まあ、月に800万ぐらい。月に800万。はい。で処女がいいっすね。あー、処、あー、はいはい、はいはいはい。あと水泳とかで世界大会とか取ってほしいですね。水泳でのこだわり、はい、そっかそっか、はい、はいはい、わかりました、わかりました。童貞ですねお前。やば、え、この写真やばい、ちょっと見てみ、ちょっと持ってもらっていいですか。じゃお前持ってやって、え、ちょっと持ってもらっていいですか。ちょっといいっす、ちょっと待ってもらっていいですか。いや、見るんで、見るんで。あ、大丈夫っす。あ、やば、やばくないこれ。やばいっすね。なるほどな。はい。さ、この子さ、最近知り合った子だけど、めっちゃ可愛くね。あー、まあ100点満点中マイナス1000点っすね。え、全然可愛くないっすね。いよいよこう、そもそももう3次元の時点で無理っす。僕2次元しか無理っす。え、でも可愛くない普通。いや、マイナス1000点ですね。だから僕3次元は無理なんで、汚らわしいものとして、汚らわしい、やっぱ2次元しか勝たん。お疲れっす。おいっす。おい、お前昨日、はい、合コンの後、はい、あのゆりちゃん、はい、一緒に帰ったっしょ。あ、ゆりちゃん一緒に帰った。どうだった？あ、それがですよ先輩、ゆりちゃんめっちゃかわいそうな子で、かわ、え、そう、なんか家庭事情がちょっとあったらしくて、僕それちょっとかわいそうすぎてずっと泣いてたの、こう慰めて。あ、からので、あとオムライス食べたいって言ってたんで、オムライス作ってあげて、オムライス作って食べさせてあげました。あ、そうね、胃袋つかんから。そうそうそう、あと最近お金ないって言ってたんで、とりあえず100万円あげましたね。え、いや、かわいそうやったんで。え、その後どうなった？いや、だからその後は送って帰りましたよ。送って帰った。はい。ああ、まあ、いいやつやけど童貞やね、それは。お、あ、どうも、はじめまして。はじめまして。え、今日、あの、うちのバイトに、あの、入る人ですよね。はい。名前、なんて言うんですか。え、え、大丈夫ですか、体調悪い。え、え、最後目、最後目、サイの目渡る、サイの目渡る、サイの目渡る。ああ、え、なんか何歳ですか。あ、20。ああ、ああ、お前童貞やろな。あ、おい。あ、どうです。久しぶりやな。はいはい。もなんか汚、しかも臭いで、なんか風呂入っとる。いや、臭っ。お前入ってないやん。入った入った入った。なんかミスボらしいわ、なんか。そうかな。まあそれはまあええか、まあええか。てか、あれ、約束のネバーランドよ。いや、あのクソ漫画な。え、あれ全然面白くない。あれ読み寄るやつマジで雑魚、バカしか読んでない。あれ、あれちょっとな。うーん、あ、てか、うん、昨日さ、マサヤと飲みに行ったけどさ。あ、マサヤ、あいつクズやん。大体クズ、ああいうやつは。なんか、あ、関わらんほうがいい。あいつとか関わったらろくなことないで。いや、めっちゃ楽しかった。てか、ちょっとタバコさ。タバコ。いや、お前ちょっと、もうちょい空気読めよ。絶対童貞やろお前。うん。ちょっと聞いてよ。どうした。もう最近さ、うん、彼女に浮気されてさ。マジで。その挙句振られたんよね。浮気。浮気された。やば。やばいよね。浮気。全然気づかんかった。え、ちなみにお前、彼女住所どこ。え、住所は渋谷。ああ、オッケーオッケーオッケー、やっとくわ。やって。犯罪者やん。いやいや、そいつ死んだ方がええから。犯罪。とりあえず殺しとく。男は誰、殺しとくけど。ああ、男なんかクラブで。うわ、きっしょ、マジで殺すに行こうや、行こう行こう。それ死んだ方がマシやから。はじめまして、お願いします。はじめまして、はい、どうもよろしくお願いします。はい、こういう仕事初めてです。初めてですね。あ、僕もね、まだ2回目なんで。あ、めっちゃなんか2回目なんですよ。2回目、僕初めてなんですよ。あ、そうですね。あ、なんかユニークや。大丈夫ですか、大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。もうやばいやばいやばい、書作も大丈夫ですよ。全然いつも通りですよ。あ、童貞や絶対こいつ。
童貞以前の問題やこれ。ネジュースすいません、どうもネジュースけどね。ビスリー、まあそう、なんか先週のさ、うん、土日何しとった？俺さ、スキーしに行ったよ。めっちゃ楽しかったな。家でおったね。あ、家でおったよ、うん、家で何しとった？普通に布団とかにおった。布団とかにおったんや、うん、へー。あ、でも前さ、その前さ3連休あったやんか。うん、あの時何して、俺ら温泉行ってさ。あ、家おった。家でおったんや。ゲームしとった。ああ、とか俺もう6日ぶりやねん、今日家出るの。やば、めんどくさくて。絶対童貞やん、それ。つまりまあ、悪く言えばね、童貞やね。